ブッシュネルはアメリカ海軍の潜水母艦。フルトン級潜水母艦の一隻。艦名はデビッド・ブッシュネルにちなむ。その名を持つ艦としては二隻目ブッシュネルは1941年12月23日にカリフォルニア州バレーオのメアアイランド海軍造船所で寄港した。1942年9月14日にルーサー・ギブソンによって命名浸水し、 1943年4月10日に艦長 CT ボニー中佐の指揮下収益する。6月27日にブッシュネルは出港し、7月3日に新珠湾に到着した。潜水艦基地で第14潜水船体が結成され、ブッシュネルは母艦及び船体、小艦隊の司令部の任務に従事した。1943年9月まで新珠湾に泊まり、 その後ミッドウェイ島に建設資材及び領食を運搬した。新珠湾には12月に帰還、潜水艦修理の任務を再開し、任務は1944年4月まで継続した。ブッシュネルは4月27日にマーシャル諸島のマジュロ干渉に向けて、出港、領食、燃料及び資材を運搬した。間もなく、マジュロ干渉は完全に潜水母艦に依存したものの、 潜水艦の運用基地となった。1945年2月5日にブッシュネルは新珠湾に帰還し、5月29日にミッドウェイ島に向かい、同島を拠点として紹介を行う潜水艦の修理を行う。ブッシュネルは同任務を終戦まで継続した。潜水艦部隊の解体及び、 平時の最高制期間である1945年9月から12月まで、ブッシュネルはサンディエゴ海域で潜水艦の修理艦としての任務を継続した。1946年1月、グアムに向けて出港、日本の占領任務にあたる潜水艦の支援を行う。この任務は4月まで継続され、続いて再び、真珠湾で、 第一潜水船隊との任務に従事する。ブッシュネルは1947年5月24日まで第一潜水船隊と共に行動した。その後オーバーホールのためメア,アイランド海軍造船所に向かった。作業が完了すると9月10日に新珠湾に戻り第一潜水船隊との任務を再開する。 1947年12月、ブッシュネルは、メアアイランドに帰還し不活化が行われた。1948年4月30日に、予備役に置かれ保管された。ブッシュネル。1963年ブッシュネルは、1952年2月21日は、最終駅した。西海岸沿いでの集中訓練の後、ブッシュネルは、1952年5月7日に、 大西洋に向けて出港した。第12潜水船体とともに5月21日にパナマ運河を通過し、フロリダ州キーウェストに向かった。キーウェストでの活動中、ブッシュネルは第12潜水船体の潜水艦に支援を行い、ノーフォークでの短期間の活動を呼び、カリブ海への短期巡航も行った。ブッシュネルは1980年11月15日に除籍され、 1983年6月1日に艦隊演習において廃棄処分された。ありがとうございます。